シャンセン氏とヨゴシン選手がベンチで見ているような形になります。さあそれでは早速始めていきましょう。波動ファイト。さあまずは和心のステータスから見ていきます。一番奥側トゥルン選手5221、真ん中ヨモ選手1135、手前側ゲン選手5221、対するアークエース一番奥側リュウ選手5221、真ん中コウキ選手1135、手前側ショウ選手5221、全く同じステータスとなっております。まずは1枚目アークエースが手前側に貼っていきました。1点取っております。ここ冷静に貼っていきたいところです。さあこのね張り際が少しヨモ選手弱いですから、そこしっかり気をつけながら貼っていきたいですね。いや、やはりゲン選手アタッカーもキレキレですね。シールドをまず最初に割っていく。少し下がって点数は動かず0対1。さあシールドの枚数はほぼほぼ同じですが、対処はすごくね早いですから。ゲン選手がここで前に出る、斜めを狙って、翔選手が斜め狙って点数取っていく。2点差落ち着いて取っていきたいところ。さあここでゲン選手取った。すごいな、やっぱり幅ですね。幅サイドラインとシールドのあの間をうまく狙ってきました。残り3秒前、何としても取っていきたい。あーっと、さあ試合終了、1対2でアークエースの勝利です。おめでとうございます。はーい。